はーい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。ユーリオデュエルリンクスというわけで、ユーリオデュエルリンクスの実況をしていきたいと思います。今日はガチャパートと、あとね、コロシアムをやらないといけなくなったっぽいので、まあミッション的には大丈夫なのかな。あ、なんか重い、なんでやろう。そうだね、ミッション的には大丈夫なんですけど、こっちのウィークリーとかに絡む話があったりしますし、あとここの、木馬の、一応木馬ね、あんま好きではないんだけど入手しとこうかなと思ったので、ってこと、あーいない、あーこれじゃない、これじゃない、これビンゴミッションで、コロシアムで、ね、ランク戦やれというのが書いてあるのでやらなあかんと。うん、ランク戦でデュエル5回とか、3回勝つとかね、あるので、これをやっていきたいかなと。その前に、とりあえずガチャを引きたいかな、ガチャというかパック購入をしたいかなと、思います。あ、ちなみになんですけど、どれだ？あ、これもらっとこう。ここですね、なんやっけ、レンタルデッキを、動画化しようかなと思っていたのですが、全部やっちゃいました。これね、ダメですね。かなり運ゲー感があって、もう、相手が結構回ったりとかして、こっちが事故ったりすると、結構ね、クソゲーパターンが多いんで、これ動画化しなくていいかなと思ったんですよね。これ無理ゲーやないかーいっていうかね、結構事故るやん、このデッキみたいなのが多くて。あと相手がなんかやたら分回るときとかね。で、逆にこっちがちゃんと回った時に限って相手が事故ってるとかね、なんやねんそれっていう感じで消化不良で終わる子とか多かったので、まあ動画化しなくていいかなということで全部やっちゃいました。はい。で、パズル、もうレベル2全部ね、レベル2ぐらいから、なんか、やってみようと思ったんですけど、まあ相変わらず初歩的なものが多かったので、まあ、特に考えることもないから、いいかなと思ってやっちゃいましたね。はい、というわけで、とりあえずパズルじゃないや、パック買いますか。え？そうですね、結構首が出ちゃうぐらい眠いんですけど。で、相変わらずエコーオブサイレンスをとりあえず揃えていこうと、いう感じですかね。一応もう、レベル81枚引けてるんですけど、とりあえずね、やっぱアルティメットインセクト引いてしまいたいし、何年かたりね、まあ、エアサーキュレーター、まあ、今回は引いちゃったんですけど、で、まあ、掌握もやるなら3枚揃えたいっていう気持ちもあるので。まあ言うてなんですけどね、私の場合は、サイレントマジシャン推しというよりは、アルティメットインセクト推しなんで、最終的にここ、結局見るかって言ったら怪しいんですけど、枠的にね。まあ、とりあえずレベル7がないと話にならないで、最低でも2枚は欲しいんで、もうちょっといきますか。まあ、いっそ充電するかというと、あくびが出ちゃうほど微妙なかもしれないんですけど、まあ一応ここもまだ欲しいからね、スピアドラゴンとかも。まあ、行きますか、10パック。行っちゃいましょう。細かいことは気にしない。本当かみたいな感じなんだけどね。まあジムなんかね、多分いっぱい手に入ると思うんですよ。思うんですって言っとく。まあダブったらお金に変換して、ただジムとお金別ですからね。おー、来た。何が出るかな、モンスターカードだよ。これでレベル7とか引いてくると熱い。あー、おー、これはこれで。てか、ちゃんとウルトラレア引けるんだな。そういう意味では多分引きはいいんだと思うんだけど。望んでるところというか、まあでもレベル8は欲しかったから全然いい。おモンスターだよ。ワクワク。ディープダイバーかーい。せめて、おー、来た。これは間違いない。これは間違いなく SR。100% ね。てかもう魔法カードの時点でちょっと。ああ、そうだってね。これで2枚目。あらら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 ら。お、来たか？来たね。来たよ。お、モンスターだよ。あるよ。ここで引こう。引いちゃえ！レアやん。枠が違うからか。終わったー！まあ、スピアドラゴン引けたのはマシではあるんだけど、相変わらず微妙な引きをするな、私は。自分で言うのもなんだけど。でもまあ、まだリミットリバースもあるし、まあ、非常食ね、とかもまだ使い道あるしね、ウォーターワールドもまあ、もらっといて損はない。
というわけで、うん、頑張っていきましょう。やばいな、あくびがすごい。やばいっすね。デッキ入れ替えようかな。スピアドラゴンもう一枚入れるかな。どうしようかな。スピアドラゴンの枠あるかな。別にスピアドラゴン、まあ立たしといてね、リリースしてレベル5出すっていうテックもあるんだけど、まあないしは2400でワンチャンバーンって言えるから、なんだか結構普通に風デッキとしてなんでね。まあエアサティエーターはね、まあなんだかんだで事故った時の防止というか泥素として使うかなって感じだから、まあ最低限、思ったけどね、あんまりサイレントバーニング使わないんだよね。サイレントバーニング位置積みとかでいいんじゃないとか思ってた。まあだいぶ枚数調整はしてるんですけどね。てか何気にこのガルドスの羽ペンとかね、割とアルティメイトインセクトと相性良くて結構いいカードですよねこれね。優秀。というわけで、とりあえずスピアドラゴン2枚目入れとこうかな。これでまあ、事故はだいぶ事故らなくなるでしょう。と思います。はい。まあ、相変わらず、とりあえずデッキ30枚で組んじゃってるんだけど、どうなんですかね。まあ、とりあえずこれでじゃあランクマッチいきますか。初めてのランクマッチ。ドキドキですね。まあ、これは、やっぱ対人戦になるんですよね、おそらく。まあ、クジャク前でいっちゃうか。で、どれだ？これカードローボだから、あ、これか、これで。あ、違う。これか。さあ、行きましょう。ルーキーランク、国内対戦状況、デュエルルーム、フリー対戦、フレンド対戦、みんなのリプレイ。はぁ。例えば、リプレイなんか、見ると1日50ムもらえるのかな？なんで、まあ、なんかレジェンドデュエル、デュエリストのデュエルってのは見た方がいいのかも。まあ私はこれに参加するべきなんでしょう、多分。これはなんか部屋ができてるのかな。へぇー、あールーム ID を作るやつか。ルームマッチってやつだね。これ多分誰かが作ってる部屋とか、ああこれは完全にダメなんだね。はい、すいませんでした。なるほどね。で、フリー対戦っていうのが、まああれか、あー、ここでやった瞬間に多分マッチングしちゃいそうだからやめとこう。で、まあ誰か知り合いと、まあこれってどうなんだろうね。これさ、まあルームとフレンドはまた別なのかな。まあルームは複数でフレンドは多分対マンなのかな。というわけで、じゃあ行きますか。とりあえず、相手いるかな。初めての、ランクマッチ。いるのかな。お、いた！弱い人がいいな。ドキドキですね。あ、俺よりランキング高い。イギリスの人やん。ね、僕、クジャク前全然関係ないで。ある意味でも風でってだからね。遊戯、お、あなたにはみ、マイ、お前は俺、デュエル、デュエル、俺のターン、カードを伏せるぞ。いきなり頼むぞ。モンスターを攻撃表示で召喚。ドルドラか、めんどくさいな。カードをセット。あー、ターンエンドだ。私のターン、ドロー。レベル8で剣引いちゃったよ。なんか重くない？邪魔、それ邪魔。一応超えていくか。行くわよ。モンスターを攻撃表示で召喚。なんか重くない？敵だから。重い。フィールド魔法発動。なんか重い。やっぱ回線の問題があるのかな。ガードをセットするわ。ドルドラって風だっけ？こいつ風なんだ。うわ、やらかしてんじゃん。アホやターンエンドよ。ドルドラ風だ。ドルドラって風だったっけ。全然見てなかったわ。あら、びっくり。これやばいね。負けちゃうよ。負けちゃう。こんなでいけるかな。
まあ、シールドスピアごときで。いやなんか重いのかな。手札からイギリスだからな。あーはいはい、全然いいっすよ。こんぐらい受けてあげるよ。あーいくら受けてます、受けます。バトル。相手の伏せが何もなければワンチャンなんだけどな。なんか重っ重いなー。これダメだな、動画撮ってるからだから関係なく多分重い。モンスターで攻撃。ダメ捨てまで行きたい。なんか重っ、バリ重なんですけど。いやーやっぱ回線の問題があるからかな、特に海外だから。めっちゃ重いんだけど大丈夫。あこれ俺がしたいしたい。あー来た来た来た。そこよ、リバースカードをオープン。トラップ発動。なんかすげえ重いんだけど大丈夫。もうこれで相手が何、あーやっぱりカウンタートラップジャマーか。なるほど、やられた。やぼー、いやまさかドルドルが風だったとはね。まいったわ。ターンエンドだ。行くわ。私のターン。でも相手カツカツやん。あー一ターン待ちたかったな。さあモンスターを攻撃表示で召喚。ここは耐えよう。ここは耐えよう。さすがに殴らない。殴ったら負けるわ。まあ、相手のハンド次第やけど。俺のターン。ヘネコンとかあるときついか。うん、カードを引くぜ。どうぞ。ギバースカードオープン。あらー魔法発動。そういうことする。つらいね。頼むぞ。とてもつらい。ドルドラに攻撃表示で召喚。ドルドラに負ける。バトルだ。でも相手カツカツだからこっからワンチャンあるんだけどな。いやでも事故ってる。ハンドが非常に事故っている。これはまずい展開。さあ行くぜ。じゃあ負けたかな。モンスターで攻撃。あー頼むぞ。いやドルドラダイレクト。ドルドラが風だとは。負けました。これはおとなしく登場しよう。ありがとうございました。私はこの負けによって強くなる。俺はこのデュエルで。ひどっ。そっかドルドラって風なんだ、全然考えてなかったな。そっかそっか、やってくれた。何ももらえない。初めてのデュエル惨敗。まあルーティーなんか1だからね。とりあえず重いので一回ここでやめますね。まあ多分録画どうこうじゃなくて多分回線の問題だと思うんですけど。というわけで初めてのデュエルは負けました。というわけで裏でやってきます。バイバイ。はい、というわけでね、ちょっとさっき負けてからすぐ後やり直してみたんですけど、なんかねこの遅延さん当たったっていうかマッチング成功しましたみたいになった瞬間になんかもうなんか、なぜか私が戦わずして負けたんですよ、いきなり。どういうことみたいな。このデュエリストブロックしといた方がいいのこれ。この人、なんかやってるもしかして。というわけで一応晒しときますか。うん、みたいな。じゃあそういうのもできるんですね、このデュエリストブロックとか。練習デュエルってやったらどうなるんだろうね。でその後一応まあブラジルの方と やって勝ちましたけれど、いやこれはね納得いかないですね。なんかやっぱなんかそういうチートみたいのもあるんですかね、よくわかんないんだけど、いきなり負けましたからね。みたいな。あランクじゃないや、マッチングしてよしやろうとか思ったらなんかいきなり敗北とか出て何もしてないよみたいなね。どういうことですかね。まあよくわからないんですけど、そういうのもあるのかなと。まあ詳しい方いたら教えてください。というわけで、はい、バイバイでーす。